好評をいただきました大阪府警の寺本先生でございます。それから真ん中におられる先生、今日は女子の方の指導をいただきました大阪府警古川先生でございます。そして本日男子の方で指導をいただきました警視庁の内村先生でございます。普段聞かれないような貴重なお話が伺えるのではないかなと思ってずっと楽しみにしておりました。それではマイクの方を寺本先生にお渡ししたいと思います。寺本先生よろしくお願いいたします。皆さん、改めましてこんばんは。ちょっと最初なんですけど、昨年も俺参加された方ってございますか？ありがとうございます。実は私、昨年の感覚でこの会場入りしたんで、畳の部屋でざっくばらんにお話しするのかなと思ったら、結構緊張感があるような会場で、ちょっと戸惑っています。はい、すいません。で、今年はパネルディスカッションという形で、まず私から質問なりして、でそれに答えてもらうと、私は昨年1時間弱お話しさせてもらったので、今日は2人をメインにどういうことを考えているのかなとか、ね、世界大会、昨年ですね、終わったばかりの、日本代表の選手ですので、その辺の話も聞けたら楽しいのかなと思うんですけども、私が聞く観点よりも皆さんが質問あること、素朴な疑問、もっと好きな食べ物とか、そういう感じでもいいので、ちょっと話はこっちが最初はしますんで、その話の端々で疑問に思ったことがあれば、メモ書きにしてもらって、ちょっと時間が経った後に挙手してもらって、その質問に対して、答えてもらうと、そういう感じで、おおむね40分から45分の間、できたらいいのかなと思ってますので、リラックスして聞いてほしいと思います。多分3人とも頭の中空っぽでここに入ってるんで、うまいことは言えないと思うんですけども、早速入りたいんですけど、2人にちょっと喋ってもらう前に、私から見る古川先生と内村先生のこうちょっと、感想といいますか、どういう人物、私から見る人物像というのをちょっとお話しさせてもらいたいんですけども、まず、古川先生は私と同じ大阪府警の、特連です、私はもう現役に対してのコーチなんですけども、平成10年に一緒に警察官に入った、同期生ですね。年は4つ下なんですけど同期生で、彼はもともと高校時代から強くて、佐賀県の古川は強いという、高校時代はそこまで、成績は残してないんですけども、素質はあると、素質はあるだから将来強くなるだろうという、感じの評価を受けて大阪府警に入りました。ところが本人も、感じてると思うんですけども、大阪府警に入ったすぐっていうのは試合にもあんまり出れず勝てない時期がありました。本当心の優しい人で、争いごとにあんまり向かない人なんですね。でも今日基本見てもらったと思うんですけども、基本は抜群にうまいんですよ、ね、ただ剣道の上手さと試合が直結しなかった、ね、そこが、敗名大阪府警内って数年間は、勝てなかった時期なんですね。これを本人の前で言ったらちょっと失礼になるかもしれないんですけども、ある有名な先生が大阪府警の道場に来られた時に、私は来れました。で、康介かかれよと言ったんですけども、その時にその先生があまりにも強すぎて、僕はいいですと断ったんですね。あ、古川ってこういう康介っていうのはこんな感じなのかなって、もっと前に行かないのかなっていうようなイメージがありました。当然その当時っていうのは試合でも勝ってませんし、レギュラーにも出てません、2軍か3軍ぐらいのポジションだったんですね。ところが何かをきっかけにとこう登る時期が来るんですよね。その時期っていうのは私も実はわからないし、何かの心の変化があったから
昨年の世界大会にしかり全日本選手権3位もそうなんですけども、人間簡単に本気になれる、ね、本気にやる気になるっていう、こう簡単な言葉なんですけども、やる気になるっていうのが古川選手の中で、先生の中でどっかでこう変わったと思うんですね。その辺のところがこう人間変わるときは一瞬で変われるんだなと思いました。で皆さんも、そういう意味ではきっかけを作るんで、どっかで活躍できる、どっかで自信をつける、そういう場面が来るんじゃないかと思いますけども、その辺の話をまた聞けたら私も嬉しいなと思っています。で次に内村選手ですけど、本当ね、皆さん知っているように小学校、中学校、高校、大学と、ね、本当スーパースターの選手です、ね、実績を上げてもすごいですしね、行った高校、大学も全部有名で火のつけようがありません、ね、大体そういう人って、ね、とっつきにくいかったりとか、ね、俺強いからまだ言わないけどみんな敬遠したがるんですけども、内村先生の場合はそういうことが全くなくてですね、一家に一台内村が欲しいって私はいつも言ってるんですけども、剣道の練習が始まれば誰よりも一番に目につけて、誰よりも先生にかかって、誰よりも本数をこなす努力の人でも、面を取ればね、昨年言いましたけども、裏仕事、下仕事、ね、お茶組み、先生の道義100万当番、そういうのを率先してやります。そしてみんなでこう楽しくやるときは一番に笑いを取ってきます、ね、サンタクロースのものまねがとても上手ですけどね、今日は見せませんけども、はい、それぐらい、内村君は剣道も強いけども、それ以上に人間として、ね、心温かい人間味のあふれる、人物です、ね、所属は東京と大阪で違うんですけども、まあ、世界大会なんかでねご一緒させてもらうと、とてもこう内村先生がいるとこう安心するというか、あ寺の時に養子に迎えたいなって、ね、そういうタイプです、ね、で何でしょうね、これだけ強くて練習の虫って言われるんですけども、すごいなと思ったのが、全日本選手権ありますよね、それを優勝したら嬉しいですよね、勝ったなんですよね。内村先生は全日本選手権優勝した次の日は朝稽古に出ます、ね、これ簡単なことじゃないですね。ただ勝てばいいっていう人ではないんです。勝った先にこう道を求めている選手なんですね。だから負けてもありがとうございました、勝ってもありがとうございました、同じ姿勢を貫けるんです、ね、同じ姿勢を貫けるから負けても強くなる、勝っても強くなる、ね、本当先日の昨年の個人戦の時に話したんですけども、決勝戦で残念ながら内村選手に負けてしまいました。で私もちょっと運悪く負けて2、3分後の内村選手の前を通ってしまったんですね。とても決勝戦で惜しかった戦いをして、あちょっとまずいなと思ったんですね。当時、まあ、これ言っていいか分かんないですけど、下を向いてずっとこううつむかれてたんですね、内村選手は。で私がパッと取ると立ち上がって、今日はお疲れ様でした、また熱稽古お願いしますと言って笑顔を見せて、私が通り過ぎるのを待ってそして、ちゃんと振り返ると、またこう下を向いて、こう、試合の反省をされていると。できませんよね。なかなかできないことだと思います。もうそれをこう、平気でやれるっていうのは、やっぱり剣道勝った、負けたじゃなくて、その勝負の先にある、やっぱりこう、人間性を求めているのかなと、本当、心の底から尊敬できる、人物です。本当に、もう一回言います。一家に一台一番欲しいと。まあ、こういう感じで、まあ、私から見る、古川先生と、内村先生です、ね。まあ、私の今言葉の中でも多分ちょっとうまいこと話してないんで、ちょっと端々で、まあ、質問はあるかなと思うんですけど、まずはちょっとその辺のエピソードを踏まえながら、古川先生の方から一言、まあ、自分のその変化のきっかけでもいいですし、この世界大会を通じての、まあ
言葉でもいいので、あれの言葉がいただけたらなと思います。こんばんは。今、寺本先生ですね、褒められたのかな、ちょっと分かりませんけども、多分褒められてくれてたと思いますけども、ちょっとしたきっかけっていうのはですね、本当私は、女子の今日皆さんにはちょっと話したんですけども、全国大会にですね、選ばれたのが、就職して10年目の年だったんです。でその10年目の年に、大阪府警は、3連覇がかかった大事な試合だったんですね。その試合で、私はですね、出させてもらったんですけども、1勝2敗、その2敗っていうのがですね、先に1本先取しといてからの、日本を取り返されるという最悪のですね、試合をしてしまったんですね。そのせいでチームの流れもですね、ごろっと変わりまして、みんなでね、大阪府警全員で目指した3連覇をですね、伸ばしてしまったんですね。なかなか3連覇っていうのは、本当にできないもんで、その時のですね、自分の惨めさというか、この力のなさっていうのを本当に痛感しまして、本当にこの悔しさですね、悔しさが、その自分をこう変えたっていうか、その自分の足りないとこを、実践を通してですね、自分に教えてくれたと思います。でその一本の重みというのを、大切にしてですね、その次のシーズン、一生懸命ですね、気力をですね、出し切って、一日一日その積み重ねてね、頑張った結果、また選手に選んでもらいました。で、そこでね、もう二度とそういう試合をね、したくないという思いで挑んでましたので、一生懸命こう食らいついていったら1勝3分けのですね、結果が残せたんです。それまで、全国大会出たことなくてですね、神奈川県警や、警視庁の内村選手とかもね、それから大会に出てて、その選手らと一緒に戦ってですね、こう負けなかったっていうのがすごい自信になりまして、そこからですね、その年と同じような形で、シーズンをですね、取り組むようになって、そしたらおのずと結果もですね、ついてきまして、選手権にも出場させていただきましたし、世界大会の方にもですね、選ばれて、選手として出ることができました。で本当に私の場合は負けた悔しさというか、そういうところから来たんですけども、また今の立場ですね、また課題はたくさんあります。世界大会に出させてもらいまして、本当に私の上の高鍋選手や清田選手の存在感とかですね、本当に絶対的な強さをですね、肌で感じまして、ああいう選手に、なっていきたいなというのが、ここ私最近のですね、目標でもあり、課題であります。また3年後にですね、世界大会ありますけども、そこを目指してまた頑張っていきたいと思います。ちょっと話が分からなくなったんですけども、そういうきっかけを言ってもらって、ね、以上です。じゃあ内村先生、お願いします。失礼します。一家に一台の内村です。よろしくお願いします。ですね、寺本先輩に今すごく紹介の時に褒めていただいて、嬉しいんですけども、私は小学校2年生から剣道を始めたんですけども、同級生はもっと早い1年生から始めてる人、幼稚園から始めてる人がいて、本当に最初勝てなかったんですよね。で、運動神経もそんなにいい方でもなかったし、器用な技も打てる方でもなかったし、それでも同級生に負けたくない。そこから、じゃあ何をしなきゃいけないか。不器用だけども勝ちたい。みんなより強くなりたい。じゃあ何しなきゃいけないかっていうふうに考えて、やっぱ敬語しかないな。そこが私の考え方っていうか、根本にあると思います。小学校高学年になっても、なかなか全国大会
では優勝できなかったし、まあ、九州学院中学校に進んだんですけど、そこでもなんとか日本になりたいと、器用ではないしセンスもないけどなんとか勝ちたい、そういう思いで、続けていました。その気持ちがですね、まあ変わらず今続けて、その気持ちは自分の軸にあると思います。で、よく君はなんでそんなずっと長いこと頑張れるの、なんか嫌になるんじゃないのとよく聞かれるんですけども、実際やっぱり私も、まあ、負けず嫌いで負けたりするともう落ち込むし、結構落ち込み激しいんですけど、自分で言うのもすぐ考えたりなんで落ち込んだりするんですけども、じゃあなんで、ここまでこういう33まで頑張ってこれたのかなって考えたときにですね、よく最近思いますけど、言葉の力、これに支えられてきたなと私は思います。言葉ありますね、言葉。これはもう人に勇気も与えるし、使い方を間違える人も本当に傷つけてしまう。この言葉の力っていうのですね、救われてきたような感じがします。まあそうですね、同じ一言でも自分の尊敬している先生だとか尊敬している先輩に言われる一言っていうのはもう大きいと思いますし、そうしっかり自分を見てくれてるからでも感じるから、その一言が自分の心に響くと思います。そういう存在の一人が、まあ、寺本先輩なんですけども、寺本先輩が剣道日本とか剣道時代とか記事に出ますよね。そしたら私もコピーを取って読み返すぐらいなんですけども、まあ、本は買ったら本は買わないんですけど、コピーを取って勉強するぐらいなんですけども、やっぱりそういう人の存在に支えられてき、たなと思います。で、寺本先輩が今勝つことを目標にしてない、まあ、勝利は目標なんですけども、もう一つ私も大きな目標があるんですよ。じゃあ今まで支えられてきたその言葉を今度は私の一言で誰かを救えないかな、私のそういう言葉をかけられるような人間に、なりたいなっていうのがもう一つの目標なんです。年齢も33で、警視庁の中でももうキャプテン一番上の立場になるんですけども、やっぱり、まあ、口も喋りも上手くないし、そんな器用にやるタイプでもないので、なかなか統率することは難しいと思うんですけども、私が今までそうやって周りの方々に支えられてきた先生先輩方に励ましてもらった、心を立て直させてもらった、そういう一言がですね、どうそういう一言が言える人間になりたいなと思って最近過ごしてます。まあどうしあの人を助けてやろうと思って言うのも、まあ、違うのかなと思いますけど、自然にその一言がにじみ出てくるような人間になれたらいいなと思っています。そこが、まあ、試合に勝つことがもう一つの目標です。もう一つ人間的にもそういう少しでも成長して誰かを救えるような、誰かを助けてあげられるような、人間になれたらなというふうに思って過ごしています。古川先輩が今3年後に世界大会日本である開催を決定されたと言われましたけども、古川先輩と一緒に、また日本代表で出てですね、世界一優勝してからそこまでは現役で頑張ろうと言ってるんですね。応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ突っ込んだところで、じゃあ二人ともそういう、私もその言葉っていうのはすごく励まされたり、こう頑張ろうと思うんですけども、じゃあお二人に聞きたいんですけども、こういう時に具体的にどういう言葉をかけられた時に救われたなって思いましたか。
今その私なんですけど、まあ本当にですね、そのかけられる一言っていうのは本当に普段しょっちゅう身にするような特別な言葉じゃないですよね。特別な言葉じゃない。これは一番、まあ、一番最近というか、まあ一番最近って言っても、まあもっと最近もあるんですけど全日本選手権でですね、優勝29で優勝して次の年高鍋先輩に決勝でやられてその次の年よし今度こそはと思って準決勝に進んで高鍋先輩が決勝という選手を決めてでいずれよし今年こそはと思って挑んだ準決勝でやられちゃったんですけどもちょっとその時はですねもうわせっかく頑張って1年頑張ってダメでもう1年やってここまで来たのにこれでもダメかと思ってもうちょっと落ち込みが激しくてですねもう家に帰ってもう何もする気も起きず次の日も、まあ、稽古は行ったんですけども上の空でああもうこれ剣道続けていけるかなもう何もする気剣道練習以外のも仕事でも、まあ、家に帰ってもご飯食べるのもままならないぐらいこううつらうつらとしてたんですけど、私の師匠先生ですね、まあ、大学からの先生で決勝の名誉者の森島先生っていう先生がおられるんですけども普段は厳しい先生で言われてもその時は何も言われなかったですねで数日後経ってもううつらうつらとしてるという一通の手紙が来たんですよね手紙が来たほら先生からお越しに直々にお手紙くださるのかなんで珍しいな開けてみたらですね、もう一言ですね普段も本当に喋れるような先生じゃないですか私は普段も喋る、偉大な先生なんで普段久しくも喋れないですけどもそういう先生がパッと一言、二行か三行ですね君の努力に敬意を表す努力をすれば必ず将来成功するこの二行だったんですけどもう嫁さんと二人で本当涙流しながら、いやもうこれでこれこの一言だけでいいよな、これがあれば頑張れるよな、そういうのが最近あります。本当にまさに救ってくれる一言、言葉の力でもあるし、まあでもそういう存在の師匠がいるってことがまあ幸せなんですけども、そういう言葉が私にはあります。君の努力に敬意を表す。この一言だったんですけどね。本当に、なんか二人で大泣きして、ビール飲んでましたね。以上です。いや、いい話だね。でも、こう思うんですけど、それを言ってもらえる人間性が内村先生にはあるのかなと。やっぱりこう声をかけたくなる、そういうね、とっつきにくい人間だったらそういうこともかけてくれないのかなとやっぱり剣道どれだけ頑張っても最後に救ってくるのは人間だし手を差し伸べてくるのは人間の言葉であり、力じゃないなとやっぱり人間だなとやっぱ人間を高めることが剣道強くなる剣道も強くなるし人間的にも強くなるとそうなんですね宇賀選手は何か、さっきの話ですけどもまあ、その大会で負けた時のことです、まあ、試合が終わって、本当に落ち込んでいる時にですね、チームメイトの、寺本選手や、清田選手そして監督の、戸岡先生、石田、洋次先生ですね、勉強やって一言言ってくれたんですね、それにね、もっとなんていうんですかね本当は監督自身も、悔しかっただろうし選手、キャプテンの寺本先生とかも本当に悔しかったと思うんですけども、ただね、勉強やって一言こう肩を叩いて、言われたことが、本当、救いになったっていうことで記憶に残ってますありがとうございます、じゃあ、そうでしょあと一つだけ質問をして、皆さんの質問を受け付けますんで全体的にやりなさいね寂しいですからね、私ね明日帰りますけど手を挙げてくださいと考えてください、ね私からの一つ一つ質問なんですけども、まあ、みんな、ね、こうやってこう世界の日本代表になられるってことは
やっぱりこう稽古に際して必ず心がけていること、ね、そしてこれだけは人に負けたくないことっていう、こう意地があると思うんですけども、まあ、言いにくいのかなとは思うんですけども、まあ、面を早くつけるとかでもいいし、ね、まあ、私だったらこう人よりも強く打ちたいとか、ね、相手手面だけは絶対負けたくないとかね、どうしよう、どうでもいいことなんだけども、そういう、こだわりとプライド、ね、これだけは負けたくない、これだけは人に譲れない、そしてこういうこだわりは持ってるっていうところをね、お二人に聞きたいと思います。お願いします。私はですね、その、練習に対する取り組みっていうのは、まあ、一つですね、その前の日に、ちゃんとこう、明日は何をしようかなってことをちょっと考えるようにしてるんです。でそれで、まあ、自分にね、あの 剣道だけじゃなく、まあ、午前中トレーニングとかある時でも、ランニングでね、あの結構走った後に 坂道とか3周とか4周とかいっぱいあるんですね。でちょっとしたことなんですけど、明日は3周行くぞってこう自分でね、決めるんですね。でそして、まあ、次の日になって、1周登って2周ぐらいになってきた時もね、本当にねこうどうしようかなと思うんですけど、でもね、そこをね、自分との約束をして、それを一つずつこうクリアするような形で、毎日、取り組んでね、自分との約束を、それを達成したらちょっと嬉しいんですよね。一日なんかやりきったっていうか、ちょっとした達成感みたいなのがあって、でそういうのをこう自分の中でこう、まあ、決めてこう一日っていうか、やってます。で、まあ、負けられないと思うんですか、はやっぱり基本はですね、切り返しとか の基本とかは負けたくないですね。こういつもみんなからこう基本は日本一だって言ってくれるんですけども、どこかの綺麗な人に会ってですね、ちょっと挑みたいくらいの感じで、僕の方が基本は綺麗だぞってこう言いたい感じで、まあ、それぐらいです。はい。私はですね、普段あんまりこだわりっていうのは自分がないのか分からないですけど、こだわりがあんまりないんですけど、結構ですね、まあでも一つ心がけていることは、体力も33年落ちてきてるし、そんなさっきも言ったようにそんなに運動神経をたけてるわけじゃないんですけども、稽古をやるときに、稽古のトレーニングもやるときに、まあ、人よりは遅いかもしれない、走るのも人よりは遅いかもしれない、人よりは下手くそかもしれないけども、自分の今の自分の最高の力よりは超えようと思っては稽古をしてます。今の自分、人には勝てないかもしれないけども、今持っている自分の最高のものよには勝とう、最高のものは出し切って、それを以上いこうというふうに毎日取り組んでます。例えば、まあ、3競争を、まあ、5分なら5分走ると、こう走れると、ここだけはこれにはと出し切って、勝てないかもしれないです、これがベストタイムなんで追いつかないかもしれないけども、今の自分の最高の力よりは出そう、それならできることじゃないですか。人には勝てないかもしれないけども、自分の最高には挑めると思うんですよね。稽古をやるにしても、これが自分の最高の面だ、でも今日はその面よりももう少しでも素晴らしい面を打って稽古するんだ、そういうふうに、は取り組んでます。まあ、誰にも負けないところって言ったらあんまりないんですけど、まあ、でもそう長けてるところがない分、そういうことを思い続けることはできるのかなっていう思います。長けてるところがない分、そういう細かいところをここしかないんだからこれだけはやるぞっていうのを決めたら、そこを思い続けるまあ、力、それを力というのは分かんないですけど、そういうことはできるんじゃないかな、自分では、まあ自分を自己分析しています。以上です。
多分こだわりじゃなくてそれが普段の行動なんですね。内村先生の場合は面つけるのも早い、稽古の回数も一人より多い、ね、それがこだわりじゃなくて普通の人ができないレベルのことがこだわりじゃなくて普通のこうレベルまでこう下がってるんで、だからいろんなことが多分できるのかなと思いますね。古川選手のことも、まあ、とても大事ですよね。予習をするっていうことですね。予習をする、まあ、私もそうなんですけども予習をしないで稽古に取り組むと面白くない、ね、今日これをやってみようとか、ね、そういうことを考えてやると2時間の練習があっという間に惰性で流れる2時間は苦痛なものなんですね。私は仕事で剣道してますけども、ね、やっぱり目的意識を持ってやる、そのためには予習をする、予習をするためには心の準備をする、ね、勉強でも一緒と思うんですけども心の取り組み方、ね、予習をする、それがとてもこう大事なことじゃないかなと思います。大体残り10分ちょっとなんですけども、今から質問、残り10分、はい、質問、マスクの前、所属中学校とお名前をお願いします。白山第一学校の上野です。剣道で最も得意な技は何ですか？じゃあ私も答えます。得意技、一応得意技っていうのは面向でどう、まあ、それぞれ平均的に打てるのが僕の持ち味かなと。私は自分で面かなと思ってます、はい、私もあまりこう面だけっていうわけじゃないんですけども、決まってるのは面の方が多いんで、まあ、面技ですね、はい、ありがとうございます。私も、面と言ったらかっこいいんですけど小手の方が多いなと。手の私もでも平本先輩と同級生と一緒で結局、でも、内村の得意技なんかなっていうぐらい、これって言ってもらえないんですよ。でもまあ、大体、面も固定胴付き、全部打つんですけども、もっと、田辺先輩みたいなこととか、古川先輩のみたいな面とか、田辺先輩の面があれば、もっといいなと思うんですけど、まあ、それがないからこそ、その前の駆け引きも工夫するしですね。固定が多いかな。固定が多いかもしれません。ホテです。ありがとうございます。次、じゃあ所長の。学生時代に自分を変え、あ、福島県花輪中学校鈴木愛奈です。学生時代に自分を変えた試合はありましたか？この試合だけはっていうのはなかったんですけども、大阪府警に声をかけていただいたときに日本一の経験はあるかっていう質問をいただきました。まあ、個人でも団体でもそうなんですけども、小学校1年生から剣道を始めて大学4年生までの間に、全国大会の規模で優勝したことは一度もありませんでした。ましてや自分が日本一に狙えるというか目標にすること自体あまり考えていなかったんですね。そういう先生の言葉をいただいて、まあ、トータルで考えると日本一がなかった学生時代だったので日本一を目指したい。ありがとうございます。古川先生お願いします。私も、今さっき寺本先生が話されたんですけども、同じ先生でですね、大阪府警に
誘っていただいたんです。でその時に高校の九州大会の、個人戦で、ベスト8のまでいたんですけど、その試合を見てですね、浅野先生が、声をかけてくれたんです。それがなかったらですね、今の自分がないんで、その試合が自分を変えたんだったり、中身の方は発音ないんですけど、自分のですね、将来を左右した試合だったんだなと今思えば思います、はい。ありがとうございます。内村先生お願いします。ですね、私中学校の時に、群馬で全中があったんですけども、その時に団体戦で、先にも個人戦で、その決勝前に個人戦、団体の決勝前に個人戦があって、個人で優勝してて、で団体だったんですよ。団体で先方地方もよし、こうさようだ、みんなでやるぞってやってたんですよ。先方地方が日本負けだったんですよ、前日の決勝戦で。うわーと思って、で中堅ともいっていう強い選手、ともいが日本勝ちをして、なんとかつないで、で副将の亀井が日本勝ちで何度か繋いだんですね。でも本数で負けてるじゃないですか、4本のことって、こっち3本なんで、試合時間も4分だったかな、中学校延長はないんで決めなきゃいけないっていう時の試合が一番印象に残ってます。そこで勝ってて、優勝できたんですけど、その自分の中でやっぱり団体戦だな、個人戦で優勝しても、なんか全然モヤ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 じゃないですけど、嬉しいのは、やっぱり団体で勝ってよし終わった、こう5人で やったんだっていう思いが一番強かったんで、その試合を結構こう印象深く覚えてます。やっぱり一人じゃなくてチームで勝った方が、みんなで勝った方が嬉しいんだなと、そういう思い出があります。ありがとうございました。次お友達も帰って、はい、青森県津田地元の久保井さんです。先生方はスランプに陥った時、どのような方法で打破していますか、教えてください。スランプを考えないようにしている、スランプっていう感覚を自分でも持たないんですね。自分が弱いから勝てないだけだって、技術がある人がその調子がおかしくなってスランプっていうかもしれないですけども、私はそういうふうに思うんじゃなくて、勝てないのは自分が弱いからであって、もっと上を目指せばいい、だからスランプと思わずに、勝てないときは練習、人より練習、人より考える、人より回数をこなす、人より打ち込む、人より振る。スランプで考えたら、苦手意識とかもよく聞きますので、苦手意識じゃないんですよ。自分が弱いっていうふうに言い聞かせると、道は一本見えてくるのかなと思います。以上です。ありがとうございます。古川先生お願いします。本当、寺本先生が言う通りですね、本当、スランプ、誰にでもあるんだと、開き直ってですね、いつも通りその自分のペースでこうやることだけですね、焦って、自分がスランプだと思い込んで、ね、下に落ちるよりも、あまり考えずにですね、いつも自分がやってることは当たり前のように、普通にやるだけで、それでいいと思うんです。時期が来れば、その悩んでることもですね、なくなるんじゃないかと思って、今やってることを一生懸命やれば大丈夫だと思います。ありがとうございました。内村先生お願いします。はい、私は先輩方の話をもっと早く聞いとけばスランプをなかったかもしれない。私はさっきも言ったとおり、すごく考えるたちで、なんでかなって悩んで結構落ちていくタイプなんです。でもどうやってるかって言ったら、やっぱり
その ちっちゃなことどんなに落ちてもどんなにダメでもこれだけはやろうっていうのを決めといて、今日は男子やって素振りをやったんですけども、午前中素振り誰にでもできることだったんです。もこれだけはやろう、ダメでも負けてもこれだけはやろう、良くてもこれだけはやろうってするようにします。あ、勝てないな、もう全然ダメだ、何やってもうまくいかないな、でもこれだけはやろう、勝ってる、勝っていいな、調子いいな、でもこれだけはやろう、そこはできることじゃないですか。そこを自分の日課じゃないですか、まあ一つ決めといて、ダメな時もいい時もそれだけは やれることはやろうかな、そういうふうに考えてます。ありがとうございました。中学校伊藤安治です。大事な試合の前に、大事な試合の前の日に必ずやっていることは何ですか？ビールを2杯飲むことです。嘘です。普段と同じことをするように心がけてます。はい、同じ生活リズムを作るようにして、試合前だから特別なことをするってすると緊張してしまうので、同じリズムを崩さないことを心がけています。そう言いながら験を担ぐ方で全日本選手権優勝した年、全国大会優勝した前の日に夜11時ぐらいにモスバーガーをみんなで食べたら優勝したんで食べるようにしました。ところがモスバーガー潰れて食べなかったら食べたかったんですね。参考にしないでください。以上です。ありがとうございました。私も大阪府県に入って、試合とか結構出るんですけども、本当にいつもと変わらないように、心がけてます。結構緊張して不安になるんですけども、それを自分でこう抑えながら、いつものようにいつものようにと自分に言い聞かせて、やってます。はい、緊張はねみんなすると思うので、それは別に悪いことでもないと思うので、いつものように当たり前のようにすれば、はい、いいと思います。はい、ありがとうございます。はい、私も先輩たちでいつものようになんですやるようにしてるんですけども、やっぱり、寝れればいいかなと思って、前の日しっかり寝れることがいいかなと思って、ちょっとしてることといえば、多分緊張で寝れないです。なんでその前の日は多分緊張するだろうな、でもやっぱり寝たいな、7時間ぐらいは、6時7時間は寝たいなと思うんで、ちょっと前の日に夜更かして、で次の日に眠いのを我慢しながら、こうグッとこう落ちるように、そういうふうにしています。ありがとうございます。じゃあ次ラストぐらいですかね。あ、じゃあ、今度のじゃあ青森県堀口中学校の林木原です。皆さんが団体戦の時に意識していることは何ですか？その場合場合にもよるんですけども、自分の全力を尽くそうと、例えば一本取ってる、一本リードしている状況だから引き分ければ勝ちとか、そういう状況はあるんですけども、その状況が自分にとって不利に考えないように、自分の持ち味が 100% 出れるように、どうしてもね頭の中でこうチームの計算をしてしまうんですけども、その計算をしながらそれをあえて自分の力が出れるようにですね、自分の力をもったいぶって負けるのが一番つらいんでですね、こう前の状況はあるにしろ、自分は2勝はできないんで、守るべき1勝を死守する、勝たなきゃいけないところが勝つ、自分の役目をきちっと果たすと思えば、5人制だと5分の1の重責でいいんで、みんなの力を借りれるんじゃないかなと。以上です。ありがとうございます。
私の場合はですね、試合時間は5分なんですけど、5分を通して、1本というのが自分の中にあることで、その状況に応じて2本取りに行かないといけない時もあるんですけども、基本は時間内で1本勝負ということを心がけています。2本取りに行かなあかん部分もあるんですけども、それはそれでまた別の方法で練習して、基本は一本勝負って。そしたら自分の中でこう慌てず、一本勝負だって、そこにかけていけますんで、守りにも入らず、いいんじゃないかと思います。ありがとうございます。団体で、ちょっと今手探り状態なんですけども、やっぱりそのチームワークをどうやったらよくなるのかなというふうに考えてます、今。ちょうど年齢も上に来てですね、今一番いろいろ考えているところなんですけども、やっぱりブラジルの世界大会の時は寺本先輩が、高野先輩が、今回のイタリアの時は高野先輩と木原先輩が、本当にチームを引っ張ってくれたし、チームをいい雰囲気、いいムードにしてもらったし、そういう、やっぱり、いいチーム、強いチームって何かしらそういういい雰囲気があると思うんですね。そういう、今までは作ってもらった立場だったんですけど、今度はじゃあそういう風なみんなを作っていかなきゃいけない立場にいると思うんで、どうやったらいいのかなって今手探り状態なんですけども、やっぱそのチームワークっていうのを意識するように今考えているところです。いただきます。団体戦はお互いに信頼関係ができた時にやっぱり力を出すのかなと思います。2人とも同じチーム、内村選手は世界大会で内村選手も勝っても負けても彼の努力を知っている我々は信頼関係ができているので、よし内村が負けたら俺がやったろ、そういうお互いにこう支え合いながらできる。でもそこであいついつもサボっているのにいい時だけ勝ってとかいう信頼関係が壊れた時っていうチームっていうのはやっぱり弱いんですよね。やっぱり頑張ってる姿をお互い同士で確認して、ね、きついことをみんなで乗り越えていけばいいチームになるんじゃないかなと思います。時間も過ぎましたので、最後に、お二人に中学生皆さんに対して、エールというんですけども、こういう感じで頑張ってほしいなということを一言ずついただいて、終わりたいと思います。ですね、皆さん、剣道を始めて、数年だと思いますけども、朝も言いました、剣道を続けてください。続けてね、頑張って、全日本選手権や世界大会を目指して、活躍できるように、ぜひ頑張ってもらいたいと思います。私たちもですね、頑張って皆さんに少しでも夢を与えられたなと思って頑張りますので、剣道を続けてね、自分を磨いて成長していってください。それだけです。私も古川先輩と一緒ですね、自分を磨くっていうのが一番の、磨いてほしいなと思います。やっぱり、剣道いくら強くても、勉強がいくらできても頭がきてもやっぱり最後は人間だと思うんですね。そのいくら能力を持ってても才能があってもいくら努力をしててもやっぱり心がけ次第ではそれがマイナスになると思うんですね。私すごいいいことは聞いたことあるんですけど、才能が0から10までかける熱意は0から100まで、才能が少なくても熱意でそれが何倍にもなる。で一番最後面白いのがですね、それ才能かける熱意かける考え方、これがマイナス100からプラス100までなんです。要はこの考え方がマイナス2だったらこっちいくら才能が10あって、ね、努力を100しても1000がマイナスにいっちゃうんですね。やっぱり要はその自分を磨いて自分の心をいつも間違った方法じゃなくてやっぱり誰かのためにっていう誠実な心を持って毎日を過ごしていれば、その自分が頑張った分が必ず自分に返ってくると思うんですね。そこの心がけっていうのは何が正しいのか分かんないですけども、一番はやっぱり誰にも、誰かのためにっていう心が一番なのかなというふうに思います。私もですねこう言いながらも弱い心だらけなんですけど、少しでも心が成長できればなと、これからも頑張っていきたいと思いますので、皆さんも
一緒に頑張っていきましょう。以上です。ありがとうございました。以上で、パネルディスカッション風の、時間を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。明日も一日ありますので、しっかりと頑張って、お土産をいっぱい持って帰ってくださいね。ありがとうございました。